イマジン盆踊り部の皆さんが今日は来ていただいております。それではイマジン盆踊り部の皆さんお願いいたします。皆さんどうもこんばんは。鎌倉からやってまいりましたイマジン盆踊り部と申します。2011年の東日本大震災の後ですね、脱原発パレードから派生して生まれた盆踊りの団体になります。私たちが見たい世界、私たちが暮らしたい世界、それを体現しながら米を作って塩を炊いて味噌を作りながら歌い踊る芸能を自給する団体となっております。今日はですね、皆さんと一緒に盆踊りを踊っていきたいと思います。うまく踊れない方も大丈夫、今旗の周りに踊り子がおりますので、はい、その踊り子たちを見ながらですね、一緒にちょっとずつ体を動かしてみてください。そうするとだんだん踊れるようになってきます。盆踊りは皆さんが主役、そして政治も皆さんが主役、一緒に踊ってまいりましょう。一粒万倍の盆踊り歌、相馬盆歌、1、2、1、2、3、はよいよいよいから。道の子
そう、暑さのせいでどんどんチューニングがいろんなところに変わっていってしまう。これもまたライブの面白さなんですけれども、皆さんちょっとご迷惑をおかけしております、すいません。それではですね、人力発行の炭鉱節、皆さん一番ご存知な日本の有名な盆踊り曲ではないかと思います。そちらを一緒に踊ってまいりましょう。ほってほってまたほってというあれですね。それでは行ってみます。どんどん輪の中に一緒に入ってみてください。それでは行きます。 1,2,3 はい。の盆踊り、イマジン盆踊り部の皆さん大丈夫でしょうか。準備ができましたら、はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、それでは改めましてこんばんは、イマジン盆踊り部と申します。一
人一人が生きやすい世界、そして喜び合いながら自分の力を発揮していく。そうするといい変化が起こっていくのが発酵の世界ととてもよく似ているんですね。なので皆さんでウキウキ、自分の内面から力を発揮しながら発酵盆歌一緒に踊って発酵してまいりたいと思います。私がハーと言ったら右手をドーンと上に上げてコーンと返してください。ちょっと練習してみます。はー、お、いい感じですね。もっと後ろの方まで、はー、もっと大きな声で、はー、こんな世は夜かけじなかしつけ、Thank you.
ございました。イマジン盆踊り部の皆さん、まだこの後まだご登場ございます。皆様少しずつ踊りの輪も大きくなってまいりました。再びイマジン盆踊り部の皆様、ご準備よろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いいたします。イマジン盆踊り部の皆さんです。それではこの場に皆さんのエネルギーで光の柱を立ててまいりましょう。江ノ島五頭竜伝説から盆踊り、私のふるさと滋賀県の豪州音頭に乗せまして、天女と五頭竜の物語豪州音頭をお届けいたします。消えた3年、景気も雰囲気も話すことすらも抑えつけられたこの3年間、今日はこの池袋西口から祭りの音が聞こえる。そんな良いとよよまたどこいさ、こっちでござんすね。わらわの歌声聞かせますれば、このように光が差すでしょう。たちまち五頭竜は一目惚れ、どうか私のために歌ってくださいとも頼みますこと。弁天しないと見きもせずに、そんな野蛮な竜とは結ばれるつもりはござんせんよ。わらわ五頭竜はこの目に、世のため人のため役立てますると誓いを立ってたんだとさ。そんな良いとよよまたどこいさのせさや、ペンペンコンモンが答えまするわ。そなたが世のため人のため力を正しく使うなら、その日が来るまで私はあと縛り座っているために歌いましょう。はい、
たさねるのが今夜だとは、いや皆様はご存知でしたがどうかしら。この後ご主流がやってくるのか踊ってるのか、誰が誰だかどなただか、私にはわからない。天にもあなたもわからない、わからないったらわからない、あなたもわからない、わからないったらわからない、そう皆目見当わからない、わからないったら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 わからない。これがラストステージになります。盛り上げていただきましょう。イマジン盆踊り部の皆さん、準備ができ次第マイクをお渡しいたします。それでは大丈夫でしょうか。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、小津流と江ノ島の伝説の弁天様が降臨しちゃうのかと思っちゃいました。長谷川美子さん、ありがとうございます。それではですね、ここからみんなの力でひっくり返してまいりましょう。ひっくり返るよしくの盆踊り歌、ひっくり返り武士。Thank you.
山本太郎さんが、いらしてくださっているということなので一緒に踊ってまいりたいと思います。大きな拍手をお迎えください。間に合ってないそうなので皆さんで踊りながら場を温めていきたいと思います。やってるうちに来てくれると思うので最後の曲はですね、皆さんで輪を描いていきたいという心はいつでも360度という曲なんですけれども、盆踊りっていうのはシェアしながら輪を作っていく、その輪レイレイ、おお、令和の中には輪が2つもあるんですね。輪というのは調和の象徴です。皆さんがここの池袋西口から調和とこの平和の象徴を世界中に発信していただけたらと思います。それでは太郎さんが来るまで場を温めてまいりましょう。心はいつでも360度。
がとうございました。本当に盛り上げていただいてありがとうございました。湘南の方から来ていただきましたイマジン盆踊り部の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。本当山本太郎ここには間に合いませんでちょっと残念でしたけれども、またぜひ次の機会に、今年は各地で盆踊りやお祭りが復活する気配が出てきています。湘南の海開きもいくつかされるようですし、今年は本当にお祭りやイベントで仕事をされている皆さんにとってはやっと開ける、やっとお祭りが戻ってきた、そういう年になりそうです。ぜひイマジン盆踊り部の皆さんもまたよろしくお願いをいたします。令和新選組代表山本太郎と申します。今日はボンダンスパーティーでございます。ケーキ爆上げでございます。というわけで、この後ですね、皆さんにもこのまま終わるわけにはいけませんからね、何かもう一発ボンダンス皆さんで一緒に踊れたらなんて思うんですけども、いかがでしょうか。よろしいですか。景気が悪い空気の中、景気を良くしていくためには政治を変えることが一つと、景気がいい空気をどんどんみんなで醸し出していくということが重要だと思っています。どうか皆さんも一緒にステップなどを踏みながら楽しい夜を過ごそうということでございます。マイクオフが8時でございますので、ちょっと待ってくださいよ。よろしいでしょうか。さあ、盆踊りはイマジン盆踊り部の皆さんでございます。それでは山本太郎さんと一緒に大きな輪を描いていきたいと思います。皆さん、中心があそこなんですね。はい、踊り子の皆さんの周りを囲んでいただいて、小さな輪から大きな輪、ここから世界中360度大きな輪を広げてまいりましょう。それではいきます。心はいつでも360度。
きな心でわわつくや、そこから宇宙が見えるんだ。7分ほど、いや6分ほどとなってしまいました。令和新選組代表山本太郎と申します。景気よくしていきましょうよ。景気爆上げ盆踊りパーティー、そういう形でお送りをしております。選挙もう始まっております。毎日がこれ投票日なんですね。どうかお近くの投票所足を運んでいただきたいと思います。1枚目の投票用紙には、東京のお住まいの皆さんには山本太郎とお書きいただきたい。そしてうちのすいません、お願いします。2枚目の投票用紙は個人名または政党名で書けます。個人名が覚えられない方は令和とお書きください。もしくはうちの魅力的な候補者、どうぞ一言ずつよろしくお願いします。皆さん、長谷川由子です。令和新選組と一緒に消費税を廃止して私たちの未来明るくしていきましょう。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。長谷川由子です。比例で立候補してます。令和新選組、長谷川由子でした。続いて蓮池徹です。原発の安全審査なんてやらせで時間稼ぎだけだよ。蓮池徹です。お願いします。エネルギー転換するとき来てるんですよ。大きな地震には耐えられない。でもこの後ね、30年8割の確率で大きな地震やってくるんですよね。南海トラフでしょ、首都圏直下、やばいですよ。それを考えるともうこれやめるしかないんです。だってね、首都圏直下だけで考えてもこれ阪神大震災の、5倍、東北の震災の3倍です。20年間の経済的損失731兆円、それに耐えられる原発あるわけない。南海トラフは阪神大震災の17倍、東北の震災の10倍、20年の経済的損失1410兆円、これに耐えられる原発はありえない。大きな地震と大きな核災害同時に何とかできるもんですか？無理ですよ。だから必要なのがエネルギーの転換、私たちが訴えているグリーンニューディール、簡単に説明してもらっていいですか？はい、グリーンニューディール、脱原発グリーンニューディールはエネルギーを国産化して、食料を国産化して、そして国内の産業をしっかりと振興して、それで雇用を生み出して賃金を上げていく政策のことです。これを実現して私たちの未来勝ち取っていきましょう。やっていきましょう。政治を通してやるしかない。そのためのチャンスがこの参議院選挙。どうか令和新選組をあなたの力で大きくしてください。よろしくお願いいたします。令和新選組、2枚目の投票用紙比例にはどうか長谷川由子と書いてください。そして蓮池徹と書いてください。名前がわからない人は令和と書いてください。お願いします。ありがとうございます。そしてここ東京にお住まいの皆さんには山本太郎と書いていただきたい。とにかく1議席でも国会の空気を読まずに、国会のテーブルの下でぬるっと手をつなぐような、そんなことには加担しない、徹底的に地べた這いつくばってでも筋を通すというややこしい存在を国会に送り込んでください。令和新選組でございます。ありがとうございます。